王様のための恋人の取説としてですね、うん、じゃあまずパートナーを思い浮かべてみましょうと、うん、これ一応女性向けに書いてあるので、はい、若干男性違和感があるかもしれないんですが、うんうんうん、王様から見た王様は、うん、普段いつもニコニコ明るい人懐っこい人、うん、一緒にいても親しみやすく楽しい、うん、第一印象が非常に良い、うん、でもちょっとしたことで急に怒ったり、うん、飲み会で自分だけが誘われなかったくらいでくよくよしたり、うん、職場でちょっと怒られただけで落ち込んだりする、うん、感情の差が激しいタイプ、うん、が王様、はい、こんな人はまた軍人、王様から見た軍人、うん、即断即決が得意で、うん、みんなをグイグイ引っ張って頼れる人、うん、みんなもその人の言うことは聞くみたいだし、うん、頼られてる感じがする、うん、でもまあ自分の感情にも人の感情にも無頓着、うん、自分が不機嫌な時は平気で他人に当たる、うん、本人は自分が不機嫌なことにすら気づいていない、うん、立場上目上か目下かで相手に対する態度が極端に違う、うんうん、っていうのが軍人、うん、で王様から見た学者、うん、卒がなくひょうひょうとしている、うん、腹の底が分からずつかみどころがない印象を受ける、うん、いつも感情が安定していて、うん、はしゃいだりしない代わりに怒ったりもしない、うん、喋っても印象に残らない雰囲気、うん、細かい約束をきちんと守る割には大事なことがすっぽり抜けることもある、うん、机が非常に汚いことも多いが、うん、人目を気にして片付ける様子もない、まあ、マイペースって感じなんですね、うんうんうん、そのくせ、まあ、自分のペースを乱されるのを嫌う、うんうん、で王様から見た職人、うん、純粋で正義感が強い、うん、そのため周囲特に上役や先輩などと揉めることが多い、うん、しかもこの辺で手を打っておこうという大人な解決が下手、うん、なんかわかる感じがしますね、うんうん、はい、部下や後輩のためにと言って必要以上に頑張ってしまうこともある、うん、凝り性、うん、だが非常に寂しがり屋、うん、ファッションやスタイルにもセンスがあり自分のセンスに自信を持っている人、うん、っていうとまあ俺ダセーなって思う僕は職人じゃないんでしょうね、うん、職人理想型ではない気がしています、うんうん、という、はい、この、ま、王様のあなたから見たタイプ、うんうん、から見たパートナーのタイプを今説明しました、うんうん、では、その王様がですね、うん、王様と王様の付き合い方とかはまあちょっと置いておき、はい、今日はこの上手な別れ方、まあ、どうやって切る、うん、なんていうコーナーがあるんですけど、うんうん、どうやって切るか、うん、王様、はい、王様が王様のパートナーをどうやって切るか、うん、自分が別れたいと思っている時でも、うん、パートナーがあなたに夢中だと別れるのは大変ですと、うん、それよりもあなたが王様のパートナーに対して冷めてきたことが伝わるような行動をしましょうと、うん、誘いを2回に1回は断ったり、うん、デートの途中でも早めに帰ったり、うん、電話もあまり出ないとか、うん、そうしていると王様のパートナーもあなたに対して少しずつ冷めていきますと、うん、膨らみきったバルブの空気をゆっくりゆっくり抜いていきましょうと、うん、うまくしぼんだ頃を見計らって別れ話を持ちかければ大丈夫、うん、彼もなんとなくほっとして別れてくれるでしょうと、うん、別れ話が和やかに進んだからといって間違っても、うん、本当はあなたのことが好きなんだけどね、うん、とか、うん、そんなことは言わないようにしましょう、うん、もう彼のバルブが、はいはいはい、ちょっとずつこの緩んで空気が抜けてるのに、うん、キュッキュッてまた止めちゃう、うん、なんてことが書いてあります、はいはい、ではこの王様から見た、軍人司令型ですね、うん、司令型との別れ方、うん、どうやって切るか。まず軍人の彼に対して、うん、別れ話の時に感情的になるのは NG です、うん、感情的に乱れているとパートナーは強気になって、うん、別れるなんて間違ってる、うん、と強烈な説得攻撃を仕掛けてきます、うん、これにいちいち反論すると、うん、なおさらこの軍人タイプ司令型は、うんうん、感情が乱れ
話し合いは泥仕合になりますと、うん、結論も出せず後でぐったり疲れてしまうのがオチですと、うん、あなたがすべきことはパートナーに冷たくすることですと、うん、話も簡潔に、うん、あなたと1秒でも長い間時間を費やすのは嫌だ、うん、という、うん話も簡潔にそんなオーラを出すのがベストですと、うんうん、その間、何度パートナーが連絡してきても、うん、常に同じ冷たい態度をとって対応しておくと、うん、割と簡単に諦めてくれると、うんうん、まあこの軍人司令型っていうのは、はい具体的、うん、外交的で具体的なので、うん、諦めは早いような気がするんですけどね、うんまあ、でもやり方を間違えるとって話ですよね。で僕が思うのは、うん、その電話に出ないとか、はいはいはい冷たくされる、うん、毎回冷たい、うん、とかだと、うん、ああ俺じゃないんだね、うん、って気づいていくんですね、うんうん、で冷めていく諦めていくそう、うん、あで無駄なんだ、うんうん、ここに時間を費やしても無駄、うんうん、ってなり、うん、もうほかほかうん、ってなっていく気がしているので、うん、今なんかどのタイプにでもそれがいいんじゃないって気がしてきたんですね、うん、すいません勝手に伊藤への話をしてしまいました、うん、では、うん、王様タイプ、注目型から見た学者、うん、学者というのは法則型ですね、はい、の、どうやって分かれるか、うんあなたがもう会いたくないとか別れたい、うんっていうと、うん、必ずパートナーは、うん、なぜって聞いてくるでしょう、うんうんうん、なぜも何も嫌いになったから、うん、会っても楽しくないから、うん、というのが、うんまあ、別れる側からの答えですよね、うんうんうん、だが学者にとっては、うんうん、なぜ嫌いになったのか、うん、なぜ前は楽しかったのに、うん、今は楽しくないのか、うん、は重要な問題だと、うんうんうんもしあなたが本当に別れたいならこういう議論に引き込まれないことが一番ですと、うん、議論っていうのは、うん、王様タイプ、はい、にとっては、うん、楽しいものではないからだ、うんうんうん、そうならないように、顔も見たくないし会いたくないと伝えて、うん、さっさと席を立ってしまいましょうと、うん、そうするとまあ勝手さに呆れて、うん、あなたのことを嫌いになってくれるでしょうと、うんうん、勝手に振る舞えと感情を見せるってことですかね、うん、もう知らないみたいな感じじゃないですか。議論の場になんか乗らない乗らない、うん、っていうのが、うん、良いと書いてあります、うん、では王様から見た職人、うんはい、理想型ですね、うんうん、の別れ方どうやって別れるかどうやって切るか、うん、パートナーがあなたの前で他の女性とか他の男性のことを褒めるようになることがあったら、うんうんうん、心が動いている時だと、うん、要は王様から見て、はいはい、理想理想型、はいはい、理想型、うんうん、職人ですね、はい、が他の異性のことを褒めている時、うんうん、っていうのは心が動いている時、うん、なのでそういう時に別れを切り出すのは比較的簡単だと、うんうん、彼彼女にバレるように浮気をするとか、うん呆れられる行動を取れば、うん、そうすると理想型は想、うん特に僕が褒めていた人こそ僕の相手だ、うん、って勝手に別れてくれる、うんうんまあ、理想じゃなくなればいいって話ですよね、まあ、そうですね、うん、チャラくなればいいですで読んでみましょうか、はい、ただしまだこの理想型の人が、うん、あなたが理想だって思っている場合そんな浮気とかをすると逆ギレされてしまう可能性があると、うんうんうん、それよりも素敵な理想のイメージの崩さないように別れるのが得策ですと、うん、目に涙でもためて本当にごめんなさいと、うん、あなたとの思い出は一生忘れない、うんうん、でも私には新しいこの人しかいないのって別の理想ができたっていう話をする、うんうんうん、そしたらしょうがないよね涙ながらにするのが良いなんていうことが書いてありますね、うんうん、はい、はい、